今田工二新幹線で腰低く挨拶された白コートの王子様が、現トップアイドル席まで来て挨拶。あ、よろしくね。軽く返しの地にびっくり16日の読売テレビ。今田工二のネタバレ MTG では、日経トレンディー2024今年の顔に、メグロハスとアのが選出されたことを伝えた。写真、どの角度から見ても可愛すぎ。メグロレンと共に選出されたあのちゃん。 メグロがドラマ、サイレント、2022年、で大ブレイクしたことなど経歴が紹介された。今田孝二は、ブレイク前のメグロに、新幹線で挨拶されたことがあると明かした。わざわざ挨拶してくれて、真っ白のロングコートの王子様みたいな格好で新大阪に立っててと振り返った。今田はマネジャーと、あれ絶対芸能人やなと話し合っていたが、 まだメグロを知らなかったという。その後に車内で座っていると、スノーマンのメグロハスと申しますと挨拶に来たそうで、今だはその時はわからずに、あ、よろしくねーと軽いノリで返してしまったと笑わせた。その時、知らんやん、頑張ってねえくらいの感じで返したら、ブレークにびっくりしたと語った。